土木の人って自分は土木だっていう自負がすごく強いですよね。そんなこと言わんよね、他の人。土木学会ウェブ情報誌 from 土木がお届けする土木学会誌動画、略して DD。この DD では土木学会誌編集委員の皆さんにお話を伺って、土木学会誌がどういうふうに作られているのかっていうような裏側を聞くということになっています。私、DD キャプテンの熊本大学の田中直人です。DD ファン代表の、愛工大の川口です。DD 編集員の山本玲子です。今日はですね、2024年の10月号の特集はですね、土木と建築の協調ということで、下を務められました茂木紀一さん来ていただいてます。はい、土木学会誌編集委員会の茂木と申します。株式会社長代に属しておりまして、2024年10月号の、土木と建築の、主査を拝命させていただきまして、無事赤にこぎつけられたところでございます。今日はよろしくお願いいたします。なかなか土木と建築の協調ってこうすごそうなタイトルですけど、茂木さん、タイトルはどうやって決まったんですか？今日も同席していただいてますけれども、川口先生も入っていただいた、会議の中で、なんか自然発生的に未来というか明るい、なんかポジティブなアウトプットにしたいなと思ってたので、そういった中でやっぱりあのコーポレーションとかコラボレーション、そういったところがキーワードになるのかなということで、いろいろあれですよね、新建築とのコラボとかもやっておられて、田口さんその辺教えてもらっていいですか？はい、新建築さんとは今土木と建築の向かう先という隔月の特集を組まれているんですけれども、そこに学会誌編集委員の数名も委員として参加させていただいてまして。今茂木さんがハマってることとかありますか？ハマってる、ずっと継続的に言えるのは料理とサウナです。そうなの、まあ、割と今時も、そう、今時までも学生の頃から行ってるんで、だから熊本とかも日帰りでバッと行って帰ってきたり、サウナのためだけにみたいなのはしてますね。お仕事をやる時のその座右の銘っていうか、そのモットーみたいなのがありますか？自分今しめとしてよく考えてるのは、批評家の像は立たない、何やるにしても結構深い言葉だなと思ってて、土木学会誌の一押しの記事っていうのも教えてもらっていいですか？かなり面白い特集になったなっていうの自負はあって、佐々木現会長、111代現会長から始まって、田中会長前会長で閉じるっていうのは、結構僕こだわった部分でもあって、今回12個の企画があるんですけれども、1から12まで通して読んでもらって、なんか一つの作品、皆さんの作品なのかなというふうに思ってます。はい、なんか主査っぽい、すごくあれやな、大切にしてるっていうのが伝わるコメントだったんですけど、ここであえてちょっと副主査の川口さんに無理やり1個選べって言ったらどんな私もちょっと登壇させていただいた座談会でした ね、 座談会ですね。はい、座談会、私たちの前に佐々木陽先生の土木と建築に関するインタビューがあって、そこでこう話されてる内容がすごくこうしっくりきたというか、私の中ではその私たちの今までこうあたふたやってる30代40代の人たちのこうインタビューとか座談会の前に佐々木先生 の、 すごいしっかりとした文章があって、なんかすごくそれがマッチしているというか、なんかそういう感じを受けました。なのでこれをセットで読んでいただきたいなという感じました。いや、すごい中身も読みましたけど、重厚というか、本当に企画趣旨をちゃんとこうそれぞれの方が的確にやっていて、でかつまとまってるっていう、すごいいい記事だったなというふうに思ったので、じゃあ、玲子さん、ぜひご自由にご質問。なんかその茂木さんの中での土木と建築の協調というかですね、で どういう、主査を通してであったりとか、普段のお仕事で何か感じられるところがあれ教えてください。はい、ありがとうございます。まず楽しく読んでいただけたということで、はい、主査としても、はい、とても嬉しく思います。ありがとうございます。で、今回、今日ちょうど去年の12月、川口先生もいらっしゃったんですけれども、その土木と建築っていうのを結果やってるんで、主査やってくれないかっていうのが入った時に、なんで僕とは思ったんですが、それでやっていく中で改めて、見つめ直したときに、そもそも海外では分けてなかったり、で、なんで分かれたかっていうと、学術的な分野というよりは、その明治時代の日本の政府の分け方がなんか発端になっていたりみたいなところがある中で、でそういった中で冒頭に田中さんおっしゃってくださいましたけれども、やっぱ協調ってところなんだろうなっていうのがあって、そのやっぱ土木の、メインストリームとかじゃないんですけれども、そのメインストリームがとても太い川なんだなっていうのがすごくあって、で、建築についてもそれぞれ、
の川があって、そのテリトリーを争う、領土争いをするわけじゃないけれども、まあ、その友達として手を組むところを、なんかいっぱいそういう接点があるといいだろうなっていうのがあったりして、そんな風に考えながら、ちょっと編集作業というか、は進めていた感じですね。川口先生の中で、今のあの、お仕事されてる中で、比較的その人であったりか、あの、広場で解くかなと思う。川口先生の中での土木っていうのはどういう感じ？私もあの、土木工学科に就職して、今年で4年目なので、だんだんこう土木の人たちってこういう人なんだなっていうのがと分かりかけてきているんですけれども、土木とか建築とかいうのは本当のところあまり感じてないんですね。あのどっちかっていうと分野の違いとかは若干あるかなっていうふうには思いますね。あの例えば構造とか計画とか材料とかあと環境とかっていうような、まあいろいろ土木学会にも分野ありますし、建築学会にも分野あると思うんですけど、どっちかっていうとその違う分野の人たちとの交流があるともっといいのになって日頃思ってます。あの例えば材料の人とかともっと現場について話せたらいいのになとか。ちょっとまあ困った質問というかですね、編集してて、あの困った、一番困ったことは何ですかっていう。あんまないですね。ただ書きたいこととか伝えたいことが多すぎて、分量オーバーの部分ですかね。うんうんうん、そこはちょっと、あの、いろいろ、まあ、ページを急遽増やしたりとか、あとはやっぱりその、あの、今回の特集の特性上、カラーページをなるべく使いたいけども、やっぱ雑誌としての限界があったり で、今回入ってくださった方、本当皆さん、あの、素晴らしい方で、あの、メンバーについてもかなり誇りを持っているんですけれども、まあ、そういった方々がそれぞれ動いてくださったりとかもあったので、まあそんなにそういったところで例えば何かの作業が遅れたとか、いわゆる作業上のトラブルだったりはほぼなく、特に学生さんに向けてですね、あの茂木さんと川口からお一言ずついただけたらいます。今回の10月号で言う と、川口先生がコーディネーターしてくださった対談で、早稲田大学の石田先生がお話、清水建設の柳川さんとお話してくれてるんですけれども、その中で石田先生が今の学生さんはやっぱり忙しすぎると、例えば建築を紐解いてみても、以前は紙で製図してやってたりっていう中で、今ビムが入ってきたり、でもっと言うとその建築士を取るためのカリキュラムみたいな、ある意味専門学校的なところもあったり、あれもこれもで忙しすぎる。で、やっぱその合間合間にウェブ会議とかそのウェブミーティングとかもあったりしてっていうのがあったりする中で、やっぱいろいろ忙しいと思うんですよね。土木に限らず建築に限らず、どういったところに行ったとしても、ちょっと古い言い方だと思うんですけれども、一生懸命向き合って、それが物になるかならないかとかあると思うんですが、なんかそこに向き合ったのって、そこに進まなかったとしても、どっかで結ぶというか、間接的に花開くことがあると思うんですよね。直後じゃなくて、10年後とかに、友達を作るでもいいですし、論文がうまくいかなかったでもいいですし、なんかそういったしっかりと向き合ったっていう期間っていうのは、なんかすごく大事なものになると思うので、その中で、まあ自分がどういう道が向いてるのかとかっていうのは、わかると思うし、ダメだなと思ったらまた切り返して進めばいいと思うし、学生生活って極めて有限なんですよね。で、どの業界も人手不足で、我々土木業界もどんどん優秀な人材が欲しい、人が欲しいってなってるので、人を呼び込むにはやっぱりその楽しそうにしなきゃ、生き生きしてないと人は来ないと。土木に携わっていただいて、まあ、これからの日本であったり世界であったり地球であったりの、支える、ちょっとでも支えられるそういった業界に入ってくれたら、目指してくれるきっかけになってくれたら嬉しいなというのはちょっと思います。私から話すことはございません。本当に喋らないってこれは喋った方がいいですか？土木も建築もなくやっておられる方から言ってもらったのは、なんか土木の皆さんも建築の皆さんもすごい勇気づけられたんじゃないかなというふうに思いました。はい、じゃあ土木学会誌2024年10月号、皆さん読んでください。はい、読んでください。お願いします。